5月25日の運能塾通信をお送りしています。ネレティブ AI は脅威だ。それはまた窃盗の上に成り立っているのだろうか。今日7日目です。著作権侵害の告発に直面する不思議なテクノロジー。四角いピクセルに囲まれた筆を持つ手のイラスト。今日7日目ですね。アメリカ以外ではテク企業にとって厳しい法的環境がほとんどである。フランスの注目の AI 企業、ミストラルの本拠地である 欧州連合 EU にはデータマイニングに関する限定的な著作権例外規制があるが広範なフェアユース擁護規制はない英語も同様でゲッティはロンドンを拠点とするスタビ,ビリティ AI に対して訴訟を起こしている米国での訴訟を希望していたより安全な避難場所を提供する方域もある例えばイスラエルと日本には AI のトレーニングに有効的な著作権法がある 企業はアメリカの法廷が厳しい態度をとればアメリカのビジネスが脅かされる可能性を示唆している。オープン a i はニューヨーク・タイムズの論争について著作権で保護されたトレーニングデータの使用は我々の競争力にとって不可欠だと述べている。ということでですね、えー、っとまあアメリカ以外特にフランヨーロッパはですね、えー、厳しい 法的環境があるんですねで広範なフェアユースを擁護する規制がですね、えー、フランスにはないですねイギリスも似たようなことだと言えますねで日本とかイスラエルはそういう意味ではあの規制は緩いと言えますでテック企業いうのはあんまりそういうふうな法廷が厳しい態度をとったらまあ a 企業はですね 競争できないということを訴えてるんですね。まあ、確かにそういうことですね。